おはようございます。ケンです。今朝はアメリカの経済についてどの銘柄が上昇しているのか、その中にテスラも入っておりました。アメリカ経済というのはやはり世界の経済の方向性を知る上でも重要だと思います。本日はアメリカでの株はどこが伸びているのか、こちらについて解説します。まずタイトルはテスラ、ハイテク、旅行株は今年もじわじわと上昇となっています。今回は CNN の記事です。僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーの紹介をメインに発信しています。テスラや EV に興味ある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックからしていきたいと思います。現在は 207.12 ドルとなっております。昨日とあまり変わらないですね。明日のインベスターズデーを前に少し静かになっている印象です。では記事の内容に入っていきたいと思います。昨年の株式市場のゼロ回答者は今のところ今年のウォール街のヒーローになりつつあります。月曜日の終値までの S&P500 の年初来で最もパフォーマンスがいいのはテスラです。イーロン・マスク氏の電気自動車大手は2022年の 65% 以上の急落に続き、今年最初の2ヶ月で約 70% の上昇を記録しています。CNN を所有するワーナーブラザーズ・ディスカバリーは今年これまでS&P500 の中で2番目に大きな商社です。2022年に 60% 下落した後、株価は 68% 急騰しています。また、昨年 50% 暴落したチップ大手の NVIDIA は2023年に 60% 以上反発しています。投資家はハイテクや消費財のモメンタム銘柄に回帰しています。Facebook や Instagram のオーナーであるメタプラットフォームズは今年 40% 以上急騰しました。 CBS の親会社であるパナマウントも 30% 以上急騰しています。不況が迫っているという最悪の事態が気流に終わる可能性に投資家がかけ、消費者が行きそびれた旅行を取り戻すために叩き売られた旅行株も今年に入ってから堅調に推移しています。クルーズ会社のロイヤルカリビアン、ノルウェージャン、カーニバルは今年の S&P500 の商社リストのトップに近い存在です。航空会社のユナイテッド、アメリカン、カジノ会社の MGM、ウィンリゾーツ、シーザーズ、オンライン旅行会社のブッキングホールディングス、エクスペディアもそうです。技術も成長も遠すぎて早すぎる。すいません、ちょっとこの意味がよくわからなかったです。ただ内容に関してはこれから解説することを聞いてもらうとそういうことかというのがわかるんじゃないかなと思っていますので、引き続き記事の方を紹介していきます。消費者関連株とハイテク株の猛烈な反発はあまりに早すぎるのではないかと懸念する向きもあります。結局のところインフレは連邦準備制度理事会の最大の懸念事項であることに変わりありません。利上げの可能性は高く、景気を減速させ収益の伸びを鈍化させる可能性があります。そうなれば急騰した株価を正当化することは難しくなります。マーフィー&シルベスト社のシニアウェルスアドバイザー兼マーケットストラティストのポール・ノルテ氏は FRB が景気後退を引き起こすのではないかという懸念がありますと述べました。つまりハイテクや成長株以外のバリューや小型株セクターの方がより広いチャンスがあるということです。 FRB が金利引き下げを開始するのであれば、成長株、特にハイテクは投資対象としてより理にかなっています。ブラックロック投資研究所のアナリストは今週のレポートで、今年に入ってからのバリュー株の落ち込みは主にインフレが一段落して景気が減速し始めたら、
FRB が金融政策スタンスを緩和して利下げに転じるだろうという期待からだったと述べています。しかしもはやその目論みは外れているようです。バリューは再びリードを取り戻すことができると考えている。金利上昇とインフレ、そして急な利回り曲線、これらはすべて成長よりもバリューに有利だとブラックロックのアナリストは述べています。また中国経済の再活性化の可能性もあり、商品価格や原油価格と連動して上昇する傾向のあるバリュー志向の石油株も上昇することが予想されます。供給が制限され、需要が旺盛であることから幅広い商品指数が上昇すると予想されます。 UBS グローバルウェルスマネジメントの最高投資責任者であるマーク・ヘーフェル氏はレポートの中で、コモディティは中国の再開から恩恵を受けるはずだと述べています。これらのことを総合すると、テスラや大手ハイテク企業、メディア企業、その他の消費者向け銘柄の最近の反発が短期間で終わる可能性があるということになります。インフレと金利の不透明感から、世界のエネルギーセクターを含むバリュー株がグロース株をアウトパフォームすると引き続き考えているとヘーフェル氏は述べました。ということで、今回はアメリカ経済の今後の行方ということで、テスラ株は今のところ大きく反発しているけれど、アメリカ経済全体を見ると今後は少し厳しいかもしれないという記事でした。このようにテスラだけでなく、アメリカ全体の景気動向を見ることは非常に重要なことだと思います。アメリカ経済の行方は当然日本にも影響があることです。そしてテスラもどんなに順調でも景気全体が悪くなれば当然影響を受けるからです。では僕たちはどうしたらいいのか。僕個人の見解を言わせてもらいますと、正直わからないが答えです。誰も相場を当て続けることはできないです。投資の専門家がいて、トレーダーがいて、プロの人たちでも今後の経済をズバリ当てることができる人はいないわけです。なのでこれからどうなるのか、これを当てるのは無理だと思っています。ではどうしたらいいのか。僕はやはりなんだかんだドルコストが最強だと思っています。そして去年あたりから今後アメリカの景気後退があると言われ続けているので、僕はその可能性も高いと思っています。そうなるとやはりお金を手元に置いておくというのが大事だと思っています。しっかりとキャッシュを手元に置いて、余裕資金で毎月コツコツと買っていくのが正解じゃないかなと思っています。そしてもしアメリカの景気後退が起きて大きく株価が下がったなら、その時に少し量を増やして買っていく。もし景気後退が起きなかったら変わらずコツコツと買っていく、これがいいかなと思っています。こういった回答がつまらないと思うかもしれませんが、リーマンショックなども経験してきました。これを考えると、キャッシュイズキングと僕は思っていまして、コツコツとやっていくのが自分のスタイルだと思っています。はい、以上が僕自身の見解です。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また今回の動画も参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。記事の和訳と引用元はブログの方にアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご覧いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。昨日から今後の未来を考えていく新しい技術などの情報をシェアするオープンチャットを作りました。今現時点では7名の方から連絡が来ております。ありがとうございます。早速昨日からオープンチャットで情報交換させてもらっています。僕は未来は明るいと思っています。だって100年前と比べてみてください。絶対に今の方が裕福ですよ。50年前と比べてもいい。100年前の人から見たら僕らの生活は成功者ですよ。人類はこれまでいろいろと問題はありますよ。問題はあるんですけれど、確実に裕福になっていると僕は思っています。それは今後もそうだと思っています。
今から100年後どうなっているか分かりませんが、僕は今よりも裕福になっていると思っています。だからこそ今後どういった技術が出てくるのか、僕はそれを知りたいし体感もしたいです。体感もしたいからテスラにも乗っています。これもやはりこれからの車だと思ったからです。またこのような新しい技術をいち早く知り、それを生活に生かすことで、もしかしたらビジネスにおいても早く波に乗れて成功するかもしれません。すでにチャット GPT を自分のビジネスに生かしている人もいるわけです。当然知らない人もいるし、知っているけど使ったことがない人も多数います。ここにやっぱり差が出てくると個人的には思っています。このような新技術についての情報交換をするグループを今回作りました。ぜひ一緒に情報交換をしたいと思われている方は参加してください。では参加方法ですけれども、参加方法は今画面にもありますように、まず僕の LINE の方に登録してもらい、何かしらチャットを送ってください。そうしたら僕の方が確認後にオープンチャットのリンクを送らせてもらいます。ぜひ一緒に新技術について情報交換をしていきましょう。ではいよいよ明日がマスタープラン3の発表です。日本時間の6時から YouTube でも見れるようなので、僕も見たいと思います。では本日から3月です。今日も素敵な一日をお過ごしください。ではまた。